こんにちは、速稼塾の久保です。今回の神道花屋龍馬シリーズなんですけども、精神の断食ね、断食をして瞑想して3週間ぐらいで気がついたということなんで、それが本当に気づきだとしたらものすごく早いと思います。だいたいね、瞑想するときって心構えとしては千日をもって初日とし、万日をもって極めんとすと言われるんですよね。要するに最初の1日が、ああ終わったっていうのはどのぐらいのことを言うかっていうと、1000日やった時に言いなさいっていうふうに言われるんですよね。だから3年間ですよ。3年間やった時に、あ、やっと最初の1日目が終わったよねっていうふうにお嬢さんから言われるらしいんですよね。この時間感覚なんですよ。で、花屋龍馬さんも言われてましたけども、得るための瞑想ではなく、どちらかというと手放すためのものなんですよね。だから痛みを手放し、疑問を手放し、喜びを手放す、全ての感情、全ての神羅万象を切り離して、どん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 自分を削ぎ落としてですね、本当に無になっていくってことなんですよ。でも私たちは今でもたくさんのものを持ってます。悔しいな、苦しいな、お腹が空いたな、あの子はどうしてるかな、悩み、苦しみ、希望、こういうの持ってますよね。それを一つずつ剥がすために1000日かかるらしいんですよ。で、1000日目にやっと分かるんですよ。やっと1日目の自分の煩悩を切り離すことができたな。じゃあ一体いつになったら瞑想はまあ一通り終わったかなって言えるかというと、1万日だそうなんですよ。30年です。その30年を現代風に言うと、3回繰り返すとまあ寿命が終わるっていうんですかね、そういうふうな形になりますけども、昔は寿命はもうちょっと短かったんで、だいたい還暦ね、極めるための30年を2回繰り返すと自分の年齢が戻っていく、還暦60歳になるということなんで、赤いちゃんちゃんこを着てお祝いしたそうです。瞑想終わったよねって形でね、そんな感じなんで、結構ね、人生をかける修行になると思うんですよ。まさに命をかけるってやつですね。生まれて自分の命は一つしかないんですけども、その一つを、瞑想に使ってしまうっていうことなんだろうなと思います。そして即身仏っていうものもありますしね、千日法行っていうのもありますしね、全てが人生生まれて何に向かうのか、自分の煩悩を切り離さなければ仏の道には入れない、精神の道には入れないということですよね。人間社会というのはお互いの欲望とか競争とか出世、こういったものが渦巻いています。自分がお腹を空いた、あの子がお腹空いてるんじゃないかなと。で、昔は人間にはいろんな災厄がありました。疫病にかかるとまず死んでしまったんですよね。ちょっと話によるとですね、10歳までに名前がつかなかったらしいんですよ、生まれた子供に。というのは10歳までにいろんな原因で死んでしまうんで、戦争、疫病、親からの虐待、孤独死、こういったものが子供に渦巻いていたんで、10歳まで来たらまあ人生始まったよねと言われるそうなんですよ。だから10歳まで名前はつけなかったらしいんですよ。10歳までは近所の何々ちゃんとかね、何々さんの子とかね、そんな俗称で呼ばれたらしいですね。人によっては名前が与えられたんですけども、10歳になるとまたさらに名前が与えられたってことになります。信長っていうね、ちょっとかっこいい名前をつけた武士がいたんですけども、10歳になった時に三郎四郎信長というね、三郎四郎っていう名前ももらったらしいんですよ。だからちょっとね、名前が長くなったそうです。三郎四郎信長っていう名前がついたそうですよね10歳になったらね。まあそんなエピソードもちょっと頭の隅に入ってたんですけども、七五三というものもありますよね。昔は3歳まで生きるのがまず一つの奇跡だったんですよ。だからお祝いしました。5歳まで行く人はもっと少なかったんですよ。だからお祝いしたんですよ。7歳まで生きたらもう大丈夫じゃねえかと、お祝いしようと、10歳まではもうちょっとだって感じでお祝いしたんですよね。そして10歳になった時に名前を与えたと。七五三の時に千歳飴を渡すのも、長い人生を生きてほしいなという願いを込めて祀ったんじゃないかなと私は思うんですけどもね。そういうことでね、瞑想ってのは千日とか1万日ってのを意識してやるものだそうなんですよ。もうそれ聞いた時にやる前からビビっちゃいますよね。生半可にちょっとね、2、3日やりましたとか言ってね、おー瞑想してきたよみたいになっちゃったんですけどね、私もね。けど花屋龍馬さんね、最初の3週間ほどで気づくものがたくさんあるっていうのはきっと素晴らしいことだと思います。んで、私がね、思うのはね、その気づきすら手放すってことなのかなと思うんですよ。もう大体最初の頃に感じたものは錯覚なんですよね。
例えば瞑想しても意味ないんじゃないかなって思うのも錯覚なんだ。千日もやってないのに何がわかるっていうふうに思わなければならないんですけども、その思いすらもうね捨て去っていって、そんなこと考えなくても生活の中で勝手にやってるよっていうふうなね、その無意識のレベルに入るのが瞑想の最初のね関門なのかなっていうところで、今日の話はね終わらせていただこうかと思います。どうもね、お気がけで鼻が出そうですね、鼻水がね、くしゃみが出そうですね。じゃあ、いってらっしゃい。